ジェイク・シアーズはアメリカ合衆国のミュージシャン、シザーシスターズのボーカル、アリゾナ州で生まれたがシアトルで育つ。オクシデンタル大学在学中の19歳でケンタッキー州を旅している時に後にシザーシスターズを組むこととなるベイビー・ダディコとスコット・ホフマンと出会う。二人はすぐに意気投合しニューヨークに今日移した。ニューヨークでは大学に通いながら ゲイ雑誌や音楽雑誌へ寄稿するなどの活動をし、ゲイであることをオープンにしていた。2010年、グラストンベリーフェスティバルにて6年越しのボーイフレンドで、あるクリス・モーカーベルと婚約したことを発表した。結婚はできないが、これは永遠のものであると観客に宣言した。シアーズとホフマンは2001年にシザーシスターズを結成。ニューヨークのブルックリンなどで活動を始める。 CD デビューすると、たちまち、イギリスとアイルランドで大ヒットを記録。デビューアルバムである、シザーシスターズは2004年に、両国で最も売れたアルバムとなった。彼は、影響を受けたミュージシャンとして、アバ、ブロンディ、デビット・ボーイ、デュラン・デュラン、ロキシー・ミュージック、ニューヨーク・ドールズ・クイーン、マドンナ、ポール・マッカートニー、ペット・ショップ・ボーイズ、ビートルズ、ドリー・バートンなどを挙げている。 ジョン・キャメロン・ミッチェルや、エルトン・ジョンとも親しい仲である。シザー・シスターズ解散後、新曲を少しずつ発表していたシアーズだったが、2018年5月25日、シアーズの SNS 上で、セルフタイトルのデビューアルバムのリリースを発表した。それに合わせ、同日 YouTube 上ではアルバムからの先行シングル、Creep City のミュージックビデオが公開された。 アルバムは8月10日にリリースされる予定で8月15日のロンドン公演を皮切りにイギリスツアーを観光する予定である。ありがとうございます。